こんばんは、クシャンとマオです。よろしくお願いします。本日は禁断のアイテムに触れていきます。何ですか？こちらです。ハーフパンツですか？はい。何が禁断なんですか、こちらの？わからないですか？僕がいつも何履いてるかちょっと見てもらってないんですかね。あー、ジーンズ。ジーンズ履いてます、ね、そうです。もうマオと言ったらジーンズじゃないですか。もうマオと言ったらジーンズ、船越と言ったら崖みたいな。はい、もうそれだけジーンズ好きの僕がおすすめするハーフパンツですので、この動画をご覧になっているジーンズ好きの皆さんも絶対気に入ると思うので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。改めまして、本日紹介するアイテムはこちら、グラミチのハーフパンツです。今日はグラミチの機能性、それぞれのモデルの違い、そしてコーデについてお話をさせていただきます。まず機能性についてです。さて、ではここでクッシャンに問題です。はい。このグラミチのハーフパンツ、もともとは何用として作られたでしょうか？ガンダムの乗組員。違います。もともとはクライミングパンツとして作られました。あ、壁登りのパンツですか？そうですね、クライミングです。外資系の企業のプレゼンの資料に絶対出てくるあのクライミングです。あれあれですね、あの動きの激しいスポーツに対応できるように設計されているので、非常に動きやすく、また頑丈な作りになってます。例えばですね、こちらガゼットクロッチっていうんですけど、普通のズボンの股の部分ってこういう風にこう真ん中に縫い目がありますよね。まあそうですね、はい、ありますね。でこれに対してグラミチっていうのがですね、こんな感じに、ちょっと例えづらいんですけど、股のこの下の部分に縫い目がないんですよ。あー、わかります？こういう状況になってるんですけど。あ、これすごいですね、はい、面白い形してますね。でこれによってですね、足がこう180度開脚することができるんですよ。ほうほうほう、わかります、まあ、この一般的なズボンだったら、はい、まあこれが限界というのは限界ですね、はい、本来の限界、うん、まあ行こうと思えば行けますけど、はい、でそれに対してグラミチがですね、こうガゼットクロッチになっているおかげで180度までもう開けるっていう、すごい綺麗な T になってますね。すごいですね、うん、こういう形で180度開脚することができるようになってます。面白い、まあ、普通に生活中でね、はい、180度曲げることってあんまりない、ないですね。でも例えばなんですけど、サドルの高い自転車だったりとか、うんうん、バイク乗るときとか、あとガードレールをこうかっこよく、ね、乗り越えられますね。はい、で正直オーバースペック感はあるんですけど、もうこのガゼットクロッチがついているからこそこのシルエットになっているみたいに考えると、機能美を生み出していると言えるのではないですかね。他にもですね、このウェビングベルトっていう、ウェビングベルト、はい、あ、これですね。そうです、これ片手でサイズ調節とかをすることができるようになってます。まあ、登りながらでもね、サイズをこう片手で変えれるっていうことですよね。本当にクライミングに最適化されてるんですね。それをそのままタウンユースとして使ってるっていう感じです。そうです。あと、まあ素材とかも触ってもらえればわかるんですけど、もう岩肌とかに擦れたりすることを想定して、かなり分厚いものを使っております。生地 8.6 オンスあるらしいんですけど、軽めのジーンズと同じぐらいありますね。でそして何よりグラミチって経年変化とかも楽しめるんですよね。全体の色落ちとかもそうです。うん、よく見てもらうと当たりみたいになってますよね。あ、本当だ。こうポッケのところとか、この縫い目とかね、はい、縫い目とかも、うん、ジーンズの裾ほどではないんですけど、こういう裾の色落ちとかもしていってます、うん、あ、本当だ、はい、かっこいいですね。かっこいいですよね、いい感じに、はい、色味が。続きまして各モデルについてお話しさせていただきます。グラミチのショーツがですね、代表的なモデルとしてグラミチショーツ、ニューナローショーツ、スタンダードショーツというものがございます。で最初このグラミチショーツなんですが、僕が持ってるのもグラミチショーツですね。どちらともグラミチショーツですね。そうです、両方ともそうです。でお尻周りとかかなりゆとりがあって、裾とかも太めになってます、うん、全体的にゆるっとしたようなシルエットになっておりますね。でタウンユースというよりも本当にクライミングに最適化されたモデルですので、このジッパーとかついてないです。あ、本当だ、はい、このボタンもないし、そうですね、本当にゴムとウェビングなんとかみたいな、はいはい、ウェビングベルトウェビングベルトで調節するって、ね、そうですね。次にニューナローショーツについてです。ニューナローショーツ、はいはい、NN ショーツなんて呼ばれ方もするみたいですね、うん、でこちらちょっと僕持ってないので、画像でご紹介という風になってしまうんですが、先ほどのグラミチショーツのものに対してもタウンユース用に作られておりますので、シルエットはさっきよりもかなりスリムになってます、うん、でジッパーとかも付けられているそうです。まあ日常使いだから
なるほど。あった方が便利っていうことだと思いますね。丈も先ほどのグラミチショーツより短いんですか？そうですね、やや短くなってます。まあシルエットは都会的だとは思うんですけど、ストレッチ素材らしくて綿 100% ではないらしいんですよね。ああ、違うんですね。個人的にはちょっとあの綿 100% が大好きなので。ああ、わかります。綿100であってほしかったなとは思うんですけど最後にスタンダードショーツですね。スタンダードショーツもちょっと持ってないので画像でのご紹介となるんですが、スタンダードショーツが最初のグラミチショーツとあとニューナローショーツのまさに中間、グラミチショーツよりもちょっと細くて、ニューナローショーツよりもやや太いみたいなモデルになってます。都会的な中にもリラックス感があるようなモデルとなっております。どうですか、クッション的にはどのモデルが一番好きでした？でこちらはジッパーとかも付いてるんですよね、はい、あ、ついてますね。あ、でもやっぱりこちらがいいかな、はい、グラミチショーツ、はい、僕もグラミチショーツが一番やっぱり好きですね、うん、やっぱりあの夏ってちょっとアウトドアっぽいようなスポーティーな格好をするのでグラミチショーツが一番個人的には相性がいいのかなと思います、うん、あとはあの綿 100% 信者なのでこれが一番経年変化楽しめるんじゃないかなと個人的には思っております。このスタンダードショーツは綿100ではないですかね、はい、これも違うみたいですね。あ、違うんですか、はい、やっぱりハーフパンツってジーンズとかよりもやっぱりあの個人の体型によってもう似合うシルエット全然違うと思うので、まずはあの試着してみるのがいいかなと思います。確かに。はい、最後にコーデについてです。本日はですねこちら2種類のグラミチを使ってコーデ3パターン考えてきました。1つ目のコーデはこちらです。どうですかね、ネイビーのグラミチを使ってコーデを考えてみました。もうまさに定番アウトドアコーデみたいな。いいですね。はい、コーデですね。うん、革とか行くのにすごい。そうですね。かっこいいですね。はい。で他に使っているアイテムとかもあのマウンテンエクイプメントの T シャツとかグレゴリーのカバン、あとまあ G-SHOCK とかサンダルがチャコのサンダルですね、うん、トーンも抑えめでかっこいいですよね。そうですね、全体にまとまってあのトップスとかもあの明るいもの合わせてしまうとちょっとあの幼く見えるかなと思って渋めの色を選んでみました、うんうん、2つ目のコーデはこちらです。はい、こちらはグリーンのグラミチですね。こちら使ってコーデを考えてみました。ゴブ袖ぐらいのチャンピオンのトップスとなっております、うんうん、これはあれですね、もうちょっと最寄り駅までお出かけみたいな時にするようなコーデという手で考えてみました。ワンマイルウェアみたいな感じですよね。そうですね、まあ、ワンマイルと言わず2マイルぐらいまで行けるかなと思います。あ、まあまあまあ、そうですね、2マイルウェアぐらいです、はい、うん、あとはあの長袖、まあ、これゴブ袖ぐらいなんですけど、あのハーフパンツって長袖とも相性が結構いいですよね。3つ目のコーデはこちらです。はい、これはもう言うまでもなくかっこいい夏らしいコーデですよね。いいですね。はい、アロハシャツでコーデを作ってみました、うん、かちょっとこの柄にはチャレンジできないですね色とやっぱりちょっと夏を最大限に楽しみたいっていうのであればこういうちょっとなんかご機嫌なコーデみたいなのもいいのかなと思います。こういうコーデを年を取ってからも僕はしたいですね。あ、いいですね。マイク巻きみたいな感じですね。マイク巻きみたいな、もう憧れです、うん、いかがでしたでしょうか。もう夏でもジーンズしか履かないっていう方もたまにはハーフパンツ履いてみるのもいいかもしれませんね、まあ、ジーンズ好きな人だったらね、はい、絶対好きなショーツですよね。そうですね。どうですか皆さん経年変化も楽しめます。このチャンネルでは他にも経年変化を共に楽しめるようなものだったりこれだったりを紹介しております。気に入っていただけましたら左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化委員会の会員になってみてください。またいつもいいねしてくださる方、コメントしてくださる方、本当にありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。